手を思って一歩踏み出すと、自分自身も笑顔になれる。一つの行動で二つの笑顔が増えていく。そんな行動が差別のない社会を作っていくのです。一人一人の行動がみんなを笑顔に変えていく。差別のない社会を目指して。